はい、吉祥寺の花屋、花心のさぎさです。本日のお花の選び方第2弾、今回は芍薬をやっていきたいと思います。前回のバラの動画なんですけれども、開いてるバラの方が持ったという検証動画になってきました。で、今日ご紹介するのはこの芍薬、同じ日に購入した同じ品種の芍薬になります。で、こっちはまだつぼんでますね。で、蜜がたっぷりついてます。で、こちらはもう完全に開ききってしまった芍薬になります。で、どっちの方がお花を楽しめるかという動画になります。持つかって言ったら、まあ、正直、まあ、前回のバラも同じこと言ってるんですけど、こっちの方が持つと思います。でも、これおそらくもう最初から開いてたんですよ。で、この開いてる状態はもうやっぱり土からすごい栄養をもらって開いてるものになってきますので、こういわゆるもう芍薬崩れる、もうね、前回バラも崩れるって言ったんですけど、芍薬崩れるところまで楽しめると思いますので、そこを、動画で撮っていけたらと思っております。で、前回のバラと同様に、同じ長さに切ってやっていきたいと思います。で、まあこれくらいかな、こうやってね、こうやってちょっと長いね、もうちょっと短くしちゃいます。思い切ってこのくらい短くしちゃいます。はい、とこちらですね。はい、これも同じ条件で葉っぱほぼほぼ取っちゃいます。あ、こっちの方が短いけど、はい、こういう感じで実験していきます。皆さん芍薬買うのであったら絶対こちらを購入すると思うんですよ。ですけれども、こうやって実験してどっちの方が面白い楽しみ方ができるのか、やっていきたいと思います。ちなみに、この芍薬開かせ方があります。やっぱりね、開くのにすごいパワー使っちゃうっていう話もこの前もしたんですけれども、開かせるのにさらにこうやって蜜が結構ついてるんですよね。で、こういう蜜とかは、こういうね、タオル、こういうタオルにこう、まあぬるま湯とかの方がいいんですけれども、こうやって水ちょこっとつけてあげて、こうやって拭いてあげます。で、こうやって蜜を取ってあげると、芍薬開きやすくなりますので、つぼんでそのまま枯れるのが一番楽しめない、芍薬の楽しみ方になってしまいます。で、もうつぼんでてさらに開かない芍薬ってどういう場合があるかと言いますと、あのストッカーの、いわゆる冷蔵庫のあるお花屋さん、まあ、もちろんね、冷蔵庫があるとすごい長持ちするんですけど、そこで買うときはちょっと気をつけてください。その場合は冷蔵庫ですとやっぱり開かなくて、いわゆるもう1週間とか経ってる芍薬を購入しちゃうと、もうこの状態で枯れてしまうなんてこともありますので、ぜひね、そこら辺の見極めをしていただけたらと思います。この動画が役に立つなと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。なんで霧吹きやってんすか？霧吹きやった方が蜜がすごい取れるんで、はい、あのすごい開きやすくなるんですよ。せっかくだからバーって開かせたいなと思って。ああ、なるほど、うん、めっちゃ蜜ついてんだけどこれ。ちなみにその蜜って甘いんすか？わ、はい、かんない。ちょっと甘いこんな感じで。